皆さんこんにちは。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。トムと申します。突然ですが、皆さん、満足のいく野鳥写真撮れていますか？満足のいく写真って言っても、もちろん人によって全然違うと思うんですけど、例えばこんなにいいカメラを買ったのに、どうもうまく撮れない。あの人と同じカメラを使ってるのに同じように撮れないと思ったことはありませんか？僕も野鳥撮影を始めた当初は、カメラの製品ホームページにはこんなに綺麗な写真があるのに、こんな風には全く撮れないけどって思ってました。今回はいいカメラを使うだけだと満足のいく野鳥写真が撮れない理由とその解決方法を一緒に考えていきましょう。このチャンネルではコンデジを使った野鳥撮影の Vlog や役立つ動画を配信しています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは本編ご覧ください。まず野鳥写真がうまく撮れない理由は大きく分けて3つあります。 1. 野鳥が遠い。 2. 状況が悪い。 3. カメラやレンズまたはその設定が適していない。それでは一つずつ解説していきましょう。まずうまく撮れない理由の1つ目、野鳥が遠いですが、これがうまく撮れない原因のほとんどを占めている場合が多いです。というか最終的には全部ここに行き着きます。野鳥が遠いとどれだけいいカメラを使っていようが解像度は落ちますし、野鳥も小さくしか写せません。もちろん写真の構図とか状況的に野鳥が小さく写っている方が美しい写真になるってことはあるんですが、それは一旦置いといて、野鳥が近い方がどんなカメラにしろ綺麗に撮れるということは確かです。というわけで野鳥に近づいて写真を撮れば大体解決っていうわけなんですが、それが難しいんじゃっていう皆さんの声が聞こえてきそうですね。それもそのはず、野鳥というのは基本的に非常に警戒心の強い生き物で、人間という自分よりはるかに大きい生き物が自分に近づいてくるなんて怖くて怖くて仕方ないんです。だからすぐ逃げちゃうんですね。じゃあどうしたら野鳥が逃げないように近づけるのっていう話なんですが、まず大前提として、野鳥に全く気づかれずに、もしくは全くストレスを与えずに近づくということはほぼ不可能です。ほとんどの場合、こちらが野鳥に気づくより先に野鳥の方がこちらの存在に気づいていますし、近づいてきたらなお気にします。よって野鳥に気づかれないように近づくというよりは、野鳥の許容範囲内の行動と距離を意識することが大切になってきます。では許容範囲内の行動と距離とはというところですが、距離については種類や個体差によるところが大きく、 50m は離れているのに飛んじゃう時もあれば、 5m くらいまで近づいても飛ばない時もあります。ぶっちゃけたくさんフィールドに行って観察あるのみですね。観察を続けていると、おのずとこの種類は警戒心が強いんだなとか、ここの野鳥たちはあんまり警戒心ないなってことが分かってきます。参考までに、猛禽類やカモやサギ、カワセミなど水辺の野鳥たちは警戒心が強いことが多く、人間の姿が見えただけで飛んでいってしまうこともあります。種類によっては警戒している時に独特の行動をとる野鳥もいるので、野鳥たちの様子をよく見てみましょう。これについては過去動画、野鳥が警戒している時の合図6選で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。また許容範囲内の行動ですが、野鳥は素早い動きと急な動きをとても嫌います。つまり、例えば急に立ち上がったり、慌ただしくカメラを構えたり、ずんずん近づいていったりしていく行動ですね。ちなみにこの近づく時のコツは、小さくゆっくり隠れながらです。できるだけ姿勢を低くして木の陰などに隠れながらじわじわ近づくのがいいでしょう。ちなみに目線より上に野鳥が見れる時より、目線より下に野鳥が見える時の方が野鳥が逃げやすいので覚えておくといいですよ。やっぱり鳥なので高いところの方が安心するんでしょうね。
もしかしたらほふく前進とかで近づくのが最高かもしれませんが、人の多いところだと変な噂が流れるかもしれないので気をつけましょうね。こちらも過去動画、驚かさずに近づく方法という動画で詳しく解説していますので、ぜひこの後ご覧ください。続けてうまく取れない理由2つ目、状況が悪いです。ここで言う状況とは天気や撮影場所の環境のことですね。まず天気ですが、野鳥撮影に向かない天気というのは、まあ感覚的にわかるかもしれませんが、雨とどん曇りの日ですね。また天気ではありませんが、日の出や日の入りあたりも基本的には野鳥撮影に向きません。ではなぜこれらの天気または時間は野鳥撮影に向かないのか。理由は暗いから、これにつきます。カメラの細かい話は省きますが、カメラの性質上、暗いとブレやすくなったり、写真がザラザラになったりと解像度が落ちてしまうんですよね。解像度が落ちるということは、すなわち鮮明ではない写真になってしまうので、トリミングして野鳥を大きく写真にしたくてもできなかったり、立体感がなく塗り絵のような写真になってしまいがちです。じゃあめっちゃ快晴だったら最高の写真が撮れるじゃんって思うかもしれないんですが、そういうわけでもなく、もちろん綺麗に写ることは写るんですが、白飛びといって野鳥の白い部分が太陽の光を反射して光ってしまうんですよね。カメラの露出を下げたり設定である程度抑えることはできるんですが、白飛びするとその部分だけやたら白く、色も羽毛も映らないような写真になってしまいます。じゃあどんな天気がベストなのかというと、薄く雲がかかった明るい曇りの日ですね。暗すぎず白飛びもせず、一番野鳥写真が綺麗に撮れると言われています。とはいえ天気はコントロールすることはできないので、カメラの設定で何とかしようぜって話になるわけですね。こちらは後ほど解説します。そして撮影環境の状況ですが、いい写真だなぁと思う野鳥写真って、野鳥だけがくっきり写っていて背景が抜けてぼやけているような写真だったりしませんか？ただそんな写真を撮ろうと思ったら、割と野鳥がすっきりしたところに止まっている必要があるんですよね。実際そんないいところに止まってくれることはほとんどなく、生い茂った葉っぱの中だったり藪の中だったりすることがほとんどです。これも野鳥の行動なのでコントロールすることはできないんですが、そのままじっと待っていると一瞬すっきりしたところに出てきてくれたりすることもあるので、待ってみるのもいいですね。あそこに止まってほしいなって思ったところに止まってくれた時は、思わずありがとうって言いたくなります。ちなみに背景が空だと抜けていても立体感が出づらいので、できるだけ背景が空にならないようなところから撮ってみたりするといい雰囲気の写真になるので試してみてください。それでは最後、うまく撮れない理由の3つ目が、カメラやレンズまたはその設定が適していないです。野鳥撮影は人やペットの撮影と違い、被写体が遠いことが当たり前で、望遠に特化したカメラやレンズで撮影をすることが大前提です。自分が持っているカメラが野鳥撮影に適しているかどうかは、そのレンズの焦点距離というものを見るんですが、この焦点距離の数値が大きいほど遠くのものを大きく撮ることができます。そして野鳥撮影ではこの焦点距離が少なくとも300ミリ以上、できれば500ミリ以上は欲しいところですね。僕が野鳥撮影を始めた当初は、もともと持っていた250ミリのレンズで撮っていたんですけど、思った以上に豆粒しか撮れなかったので、500ミリ以上の焦点距離で撮れるレンズをおすすめします。ちなみに僕が今使っているクールピクスの P950 っていうカメラは、レンズがカメラと一体になっているコンパクトデジタルカメラなんですが、このカメラは焦点距離が2000ミリ相当まで撮れちゃいます。このレベルになると月でも撮れますね。
そして今まで解説してきた野鳥との距離とか撮影状況とかカメラも適しているのにうまく撮れないっていう方はカメラの設定を見直してみましょう。野鳥撮影の時のカメラの設定で特に大事なのがシャッタースピードです。野鳥は種類によっては絶えず動き回っており、シャッタースピードが遅いとブレた写真になってしまうため早めのシャッタースピードにしましょう。ただし早すぎると画面が暗くなります。ちなみに僕の場合はいちいちシャッタースピードを調節するのが面倒なので基本的にプログラムオートというモードで撮影しています。シャッタースピードや ISO などその時の状況に最適な数値で撮影できるのでとても楽ですね。ちなみに先ほど説明したように天気はコントロールできないのでカメラの設定で何とかすることが多くなってくるんですけど、例えばとても曇っていて暗い日なんかはカメラの露出を上げるとそれなりに明るい写真を撮ることができます。逆に快晴で太陽がガンガンに出ている日なんかは露出を低くすると白飛びをやや抑えることができますよ。さていかがだったでしょうか。野鳥との距離や撮影状況、最適なカメラなどお話ししてきましたが、冒頭でもお伝えした通り最終的には野鳥との距離が近ければどんな状況でもそれなりに綺麗に撮れちゃいます。ただし野鳥を近くに呼ぶために餌をやったり野鳥の鳴き声をテープで流すなどは絶対に NG です。餌やりは感染症の媒介や鳥の繁殖、成長、渡りなどに悪影響を及ぼす可能性がありますし、鳴き声をテープで流したりするのは縄張りに侵入者が入ってきたと勘違いし野鳥に余計なストレスを与えてしまいます。あくまで野鳥たちの自然な姿を楽しみましょう。自然にお邪魔して写真を撮らせていただいているという気持ちを忘れず思いやりを持って撮影していればきっと野鳥たちもやれやれ仕方ないなって感じで撮らせてくれますよ。動画の内容でわからないところがあればぜひコメント欄で聞いていただければわかる範囲でお答えいたします。最後に僕のインスタグラムではコンデジで撮った野鳥の写真を日々投稿しています。概要欄に URL が貼ってありますのでぜひ覗いていっていただけると嬉しいです。今後も可愛い野鳥動画や役立つコンテンツを配信していきます。次回は毎年見つからなかった念願のあの旅鳥を観察できたお話です。ぜひチャンネル登録と高評価、また下のハートマークから投げ銭もいただけますと大変励みになります。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。